極限脱出9時間9人級の扉は、スパイクより2009年12月10日に、任天堂 d DS 用として発売された、アドベンチャーゲーム。極限脱出シリーズの一作目。2013年5月29日に、スパイクチューンソフトより、iOS 移植版、9時間9人級の扉スマート、サウンドノベルが発売された。2017年3月25日に、 pc 版が発売された。2017年に本作と続編の極限脱出 ADV 前人死亡ですが収録されたゼロエスケープ9時間9人級の扉前人死亡ですダブルパックが発売された。2017年4月13日に PS4PS PS ビータ版が2017年3月25日に pc 版が発売された。基本的に アドベンチャーゲームとして進行し、そこに多数の脱出ゲームが挿入される形となっている。ゲーム中には1から9の扉の先にいくつもの扉が存在し、その先にそれぞれ異なった脱出ゲームが用意されている。脱出ゲーム内ではタッチペンで操作を行う。謎を解き脱出に成功すればストーリーが進行する。脱出失敗による。 ゲームオーバーは存在しないが、バッドエンドはいくつか存在する。ストーリー上、一回のプレイで全ての脱出ゲームを回ることはできず、この扉の選択が物語やエンディングを分岐することもある。データ引き継ぎにおける周回プレイを目的としているのか一度の、クリアでは真相にたどり着けず、最低でも二周する必要がある。また、本作のシナリオ、 ディレクションを担当した内越幸太郎がかつて手掛けたインフィニティシリーズの特徴であったシナリオに施された仕掛けに近いものがストーリーに盛り込まれておりただ脱出ゲームをクリアするだけではなくこの謎を解くことも重要な要素となっている全人志望ですの発売を記念して2012年2月2日から3月6日までニコニコ動画のプレミアム会員限定で本作が ニコニコアプリとして無料公開されていた。セーブデータが3つまでとなり、清見分のオートスキップ、クリアした脱出パートのスキップが可能になっている。ただし脱出パートスキップに関して、フラグ管理ミスにより本来のルートに進むことができない不具合が存在した。また、ある場面における DS 独自の機能を利用した演出がそのまま再現されているため、その場面では、 快適なプレイが困難となっていた。シナリオの特徴として、主目的は、船からの脱出及び犯人探しだが、室内を調査していると、仲間から思わぬ話を振られ、オカルトや都市伝説と呼ばれるものを数多く聞くことができる。純平が目を覚ますと、そこは、客船の一室だった。おぼろげな記憶をたどってみると、自宅で、 ガスマスクの男によって眠らされてしまったことを思い出す。部屋を脱出すると、そこには、純平の他に8人の男女が連れて来られていた。そこに響き渡る、ゼロを名乗る者からのアナウンス。このゲームはノナリーゲーム。制限時間は9時間。9の扉を開けて、船から脱出せよ。敵に本名を知られて、弱みを握られないために、主人公以外は、 コードネームで呼び合うことになっている。PS4、すびた版にて声優が設定された。ありがとうございます。